今回上富良野に用事があり、そのまま帰るのももったいないので十勝岳前の白銀荘に来ました。とりあえずストロングオレンジ豆乳。今までのキャンプはご当地の美味しそうなお店を目的に行動していたのですが、広大な広場で料理してお酒を飲むのもありかなと思うようになり、練習も兼ねて白銀荘前で焼肉をしようと思ってきました。もちろんこの後は温泉にゆっくり入って帰ります。今日の献立は豚バラ肉オンリーです。初山別キャンプに行った時に豚バラの串焼きが美味しそうで、豚バラブロックを買って自分で切ったら安く済むよなと思ったので試してみました。外で食べる食事はなぜうまいのでしょうか。特に贅沢なことをしているわけではないですが、幸せです。ホットサンドだけでなく、このように本体をひっくり返せばいいから結構応用が効き、使い勝手良いと思います。家では餃子、お好み焼きなども焼きましたが、おすすめです。今度時間があるときにはホットサンドで作る何かの動画も考察中です。その時は皆さんよろしくお願いします。うまくいきました。うまいです。今回はただ豚バラを焼くだけの動画でした。これでおしまい。